さあさあさあ、たい焼きですかね。まあ、お決まりの。お決まりの。ちょっとまだ、この音声がちょっとね、まあ、ね。意外とあのセットアップってすごい皆さんこうサクサクっていかないんですよね。あのもう銃の方のセットアップもそうだけど、カメラとかね、機材のセットアップもあるんで、撮影ってやっぱりね、毎回こういろいろ大変なんですね。あれちょっとボブッチャレの方であの今この辺もあの一回解除しちゃったんで。ああ、そうね。ちょっと今さっきあの昨日僕あの夜中ちょっと準備できなかったんでね、諸事情で。はい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 。んなわけで、今ちょっと準備したんで、ちょっとマイク触ってもらえますか、私。あ、音入ってますね。はい。これを、は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 、あら、は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 、左、右が弱い気がする。それは、俺の気のせいだ。デメリュー、デメちゃんのエアガン&ミリタリーレビュー好評公開中。ただいま絶賛瞑想中。説明しよう。普段はまるでさえないスノモブはアイロンを装着することでトスラとして変貌し、やりやりイケイケの超チャラい男に変身してしまうのだ。その能力は解明されていないが、特殊ジャケットを着込み、肩にはボブソールの巨大ラジカセプライヤー、胸元というか腹には木彫りのクマトミーが装着される。そう、彼の名はあのボブである。